はい、こんにちは皆さん。竹尾ズキッチンのお時間がやってまいりました。今日のですね、料理はですね、包丁もまな板も使わない簡単にできるチキンピラフを作りたいなと思いますので、ぜひご覧ください。ありがとうございます。はい、それではですね、今火を起こしまして、半合に3合のお米と適量の水を入れました。それでここからですね、作っていこう、チキンピラフを作っていこうと思うんですが、さっきもお伝えしたようにですね、今日は包丁とまな板を使わないというやり方でして、今から入れていくもののご紹介したいと思います。とても簡単だと思います。とても半合の蓋を入れて直接入れていきます。はい、まずはこちらのミックスベジタブル、ね、こちらを入れます。今日はね、300g のやつを米 半合につき 150g ぐらいですね、使ったのが。こちらの焼き鳥の缶詰を使います。焼き鳥の缶詰、そうすることでね、包丁とかを使わなくてできますよというところでございます。でこちらの方、缶をですね開けていきまして、入れていきます。でこのタレごと入れちゃおう、味付けに使っちゃおうかなと考えております。ちょっとね、これ出るかな出ないかなですね、入れていこうかなと思います。こちらのね、味もねついてるんでね、今回は塩味をちょっと用意してみました。これを入れます。でもう一缶こちらも塩味、ちょっとね感じが違うかもしれないですけど、これを入れていきます。このタレもちょっと一緒に入れちゃいます。これがちょっとどうしても味が薄いかなと思いますので、今日はコンソメですね。コンソメ、こちらを多分味的に2袋ぐらい入れて大丈夫じゃないかなと思うので、コンソメの粉、顆粒のものを入れていきます。入れていきたいなと思います。はい、それではですね、今の工程、ミックスベジタブルを入れる、焼き鳥缶を入れる、コンソメの顆粒を入れる、あとはバターを一切れ入れるという工程で、多分そこまでで3分ぐらいあればできるんじゃないかなと思いまして、これで今日はちょっと目指している包丁とまな板使わないような簡単に作れるチキンピラフ出来上がっていくと思いますので、次は出来上がりまでお待ちください。はい、それではですね、チキンピラフの方がですね炊けたと思いますので、ちょっと蓋開けてみたいと思います。こちらです、どうぞ。いい匂いしますね。あともう一個だ、もう一かけ入れます。入れてですね、状況も見ていただきながら、中がこれは開けてませんね。はい、それではですね、チキンピラフ炊けてきましたので、ちょっとよそっていきたいと思います。こんな感じで彩りもね、綺麗にできているんではないかなと思います。じゃあこれくらいちょっと食べてみましょう。これね、どんな味になってるか、僕もちょっとね、どんな味になってるか楽しみです。いただきます。ちゃんとですね、アルデンテ、米にちゃんと芯が残っていて、これ半合で作ったとは思えないほどのピラフの味だと思います。でこの焼き鳥缶を入れた鶏もですね、ちょっと食べてますね。柔らかくて、ちゃんと鶏肉の味も残ってて、まあちょっとやっぱり焼き鳥缶かなって思う、残ってるところはあるんですけど、まあ、それが逆に美味しいというか、いう感じだと思います。ではこれちょっとね、もう一口いただきます。うん、それではですね、今回も竹尾ズキッチン簡単料理でですね、キャンプ飯というところで、今回チキンピラフお届けしました。次回もまたご覧になってください。ご視聴ありがとうございました。